セントヘリアにある、この記念碑の引用は、ウアースは、ルー物語の読者に自分が、ジャージー島出身であることを知らせるもの。ルー物語は、ウアース作の、ロロの時代から1106年のティンチェブライの、戦いまでのノルマンディ公国の歴史を扱った、引文で書かれた、年代記。ノルマンディの民族女子史である、イギリスの歴史を語った、 ブル物語の成功に続いて、ウワースは、ヘンリー2世から、ノルマン人の起源とノルマンコンクエストに関する類似の本を書くように依頼された。しかしウワースは書いている歴史が、その当時に達する前に語るのをやめた。第3部の最後で読者に、王が同じ仕事を、メストレ・ベニトに委託したと書いている。仕事に着手したのは1160年で、 1170年代の中頃には最後の改訂を行ったと思われる。ルー物語の構成は以下の通りである。いくつかの版に含まれる、レ・ロ・モンズ・デ・ロイ・デ・バス・デ・ノルメンディーとして知られる750行は初期の総工の中にあるもので最終的な編集で捨てられたか改訂されたものである。ウワースはノルマンディ広告の歴史に関して以下の文献を利用した。 ありがとうございます。